こんにちは、佐渡チンです。今回開封するのはこちら、1回200円のガシャポンカリメロです。それでは早速開封していきましょう。小さな頃やっていましたカリメロ、そして最近ミュータントタートルズが終わって15分アニメでなんとカリメロがスタートしたらしいですね。おいっ子が見てます。さあ1つ目、その前にラインナップは全4種類フィギュアコレクションカリメロ。うわ、めっちゃ懐かしいよね。僕が小さな頃見ていたアニメです、カリメロ。集めて可愛い。1番、カリメロ、プリシラ、ジュリアーノ、ピーターとなってます。カリメロね、めっちゃ懐かしいよね。この何、卵の頭じゃない。さあ1つ目、この赤いカプセルはこちら。おー、めっちゃ可愛いやん、めっちゃ可愛いやん。関西弁つ、にわか関西弁ですね。1個目はジュリアーノ。ほほー、可愛い、可愛いっすね。そして台座、お、台座も可愛い。おー、赤と青と黄色の花ですね。飾ることができて4つ並べると四つ葉のクローバー見たくなるそうです。さあ続いては緑のカプセル。まさかね、カプセルのが色が違くてかぶりっていうことはないと思うのです、ないと思うのです。2個目、オープン。お、かぶりじゃないよね。あ、セーフセーフセーフ。緑のカプセルはピーター。お、でかいぞ。ジュリアーノよりちょっとでかい。ピーターかわいいね。そして台座を開けます。こんな感じ。お、ピーター、おーほほほほ、すごいクオリティ高い。200円にして最近のガシャポンのクオリティが上がってきた。おー、カリメロ、この白いカプセル。何にしろ最近ね、セロテープが貼ってあるのでちょっと開けにくいっすよね。3個目、おー、かわいい。やっぱり主人公生かす、昔のアニメと声優変わったんですよね、カリメロ。おー、かわいいねこれね。いいっすわこれ、飾りにいい。お、割れ目がちゃんと描かれてる、カリメロ。いいね、この口、この口が何とも言えない、かわいい。カリメロちゃん、危ない、かわいそうかわいそう。さあ4つ目、オレンジのカプセル。残り持っていないのはプリシラです、女の子。オープン。おー、プリシラめっちゃかわいい。いいね、癒し、仕事をしている中での癒しです。わー、かわいい、この口。この口が何とも言えない。アヒル口？アヒル口じゃないよね。そして、ついに、4種類が揃ったので、四つ葉のクローバーを作ってみましょう。プリシラ、ピーター、カリメロ、ジュリアーノ。おー、ほほー、そして揃えよう。お、めっちゃかわいい。完成。カリメロ。ほら、集めてかわいい。カリメロ。いいね。本当にね、大人になっても、新しく始まったカリメロ、すごい面白いので、ぜひ気になった方は見てみてください。それでは以上、カリメロのガシャポン紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また見てね。バイバイ。